表彰を行います。優勝旗授与。優勝校東海大学菅生高等学校。準優勝杯授与。準優勝校二松学舎大学附属高等学校。表彰状並びにメダル授与。優勝校東海大学附属高等学校。失礼しました。優勝校東海大学菅生高等学校。表彰状優勝東海大学菅生高等学校。今日は令和4年度秋季東京地区高等学校野球大会に向け投手の成績を挙げられました。よってここに表彰します。令和4年11月13日公益財団法人日本高等学校野球連盟会長田原川上戸。準優勝校二松学舎大学附属高等学校。表彰状準優勝二松学園大学附属高等学校。今日は令和4年度秋季東京地区高等学校野球大会に向け投手の成績を挙げられました。よってここに表彰します。令和4年11月13日公益財団法人日本高等学校野球連盟会長田原。おめでとう。この本大会9月3日第1予選で198校の選手諸君が戦いました。10月4日から本大会が始まり64チームそれぞれが人を尽くしグラウンドで戦いました。結果は今賞状と優勝旗を獲得した
東海大学須賀高校が3回目の優勝を飾りました。どうもおめでとう。また準優勝の二松学舎大附属高校も立派でした。胸を張って母校に帰って祝福を受けてください。またこのグラウンドに上がれなかった数々の学校の選手諸君も本当に、人を尽くし高校生らしいゲームを戦ってくれました。今日最終日において感謝申し上げます。また選手諸君をサポートしてくれた監督の先生、学校関係者、また審判の皆様、ここで感謝の言葉を述べたいと思います。どうもありがとうございました。これからも二校の諸君を怒ることなく野球をしっかりと進んで東京の野球教授の目標になるように頑張ってください。君たちのこれからの長々しい結果を心待ちにしています。では、面会の言葉とさせていただきます。